祀られる夫婦の神イザナミとイザナギは日本の中心尾張名古屋を建国しました。2人のご加護のもと繁栄した尾張を壮大な世界観で表現します。2人の神が命をかけてつないだ尾張を永遠に紡ぎ続けるという思いを込め、光り輝く尾張名古屋のさらなる繁栄を表現します。それでは踊っていただきます。弥生の皆さんです。どうぞ。会場にお越しの皆様、こんにちは。夜にお越しまして、弥生と申します。このファイナルステージ進出、まさにありがとうございます。そしてこのファイナルステージの大トリ染めさせていただくこと、大変嬉しく思います。この大学に8人を素晴らしい夢を皆様にお届けしたいと思いますので、皆様どうぞよろしくお願いします。それでは始まりを告げる天地快楽の時。Yeah.